ラマンエイティ、ウルトラマンエイティ、 He came to us from the star。全然効かない。両の隊員、怪獣のボディリサーチで写真を送る。準備を頼む。了解、お願いします。どうぞ。ボディリサーチレイ準備 OK。 ボディリサーチレイ照射。了解、ボディリサーチ。送ったパワー測定データの分析を頼む。了解。頭部および背部実行度350。了解。噴出体温度1300度。キャップ、ボディリサーチデータを送ります。怪獣の弱点は喉だけです。喉か。奴は自分の弱点を知っているんだ。喉は腹をかすめて真下からしか撃てないぞ。ヤマト、ジャックナイフライトだ。カップ、危険です。危険すぎます。他に方法はない。するなんて危険じゃないか。そうだぞ、ヤマト。ヤマト、何のつもりだ。申し訳ありません。怪獣の頭を上げさせれば攻撃しやすいだろうと思いまして。バカ者、失速寸前だったぞ。未熟な腕で勝手なことをするな。はい。原田田島、警戒飛行だ。1時間して異常がなかったら基地に戻れ。了解。行くぞ田島。了解。キャップ、申し訳ありませんでした。
南郷長官、お久しぶりです。うん。鮮やかなジャックナイフフライトを見せてもらったよ。今日は何か？さっきテレックスが入ってね。UGM。ヨーロッパのキャップが暗殺された。ジャン？先週も北アメリカのキャップが暗殺されたばかりだ。犯人はまだ？おそらくエイリアンだろう。え？エイリアン？そして次に狙われるのは君かもしれん。十分気をつけてくれ。はい。1時間だな。 UGM 本部、こちら原田。1時間経過、異常ありません。帰還します。了解。田島、帰るぞ。了解。キャップ、今夜から僕にキャップをご挨拶ください。せめてヨーロッパや北アメリカのキャップを暗殺した犯人が判明するまで。私のことなら心配無用だ。しかし私のことより、明日またどんな怪獣が出現するかもしれないんだ。十分休養を取っておいてくれ。怪獣サラマンドラは死んだ。しかしすでに地球に侵略していたエイリアン、ゴルゴン星人のリモコンで出現していたことは、地球上の人々はもとよりウルトラマン80さえも知らなかった。大山は戦いの疲れを癒していた。この部屋は UGM の隊員たちでさえ知らない唯一の安らぎの場だった。どなた？ UGM ヨーロッパエリアのマリー・クラークです。極秘のメッセージを預かってきました。どうぞ。さあどうぞ。Thank you。 コーヒーですか、紅茶ですか？コーヒーがいいです。もうすぐですよ。UGM の隊長が殺人事件を起こしたというニュースはたちまち町に広まった。 UGM 隊長が殺人、暗殺者の影に怯えてか、平和を乱す UGM。 そんなバカな。こんなことがあっていいのだろうか。たけしはたまらなかった。死んだ女性がエイリアンではないか、あるいは目撃者の中に
エイリアンがいるのではないかと必死で何かの手がかりを見つけようとした。しかし解剖の結果もその他あらゆる検査の結果も彼女が地球人だということを示しているという報告だ。しかし私は君を信じている。だがこの件がはっきり決着するまでは君を拘禁しなければならない。長官。うん。私はこの部屋でいいと主張した。ありがとうございます。ただしこのシステムは作動さすが、一切タッチすることを禁止する。はい。ヨーロッパでも北アメリカでも UGM のキャップが暗殺された直後に強力な怪獣が出現して大きな被害が出ています。厳重に警戒してください。うん。キャップはあんなところに拘束されてるし、おまけに別のパートに勤務替えなんてたまらんよ。俺たちはキャップの元で育てられたんだ。信じられないわ。いたずらに悲しんでる時じゃありません。じゃあどうしろっつんだ。僕たちはキャップの無実を晴らすんです。でもどうやって。キャップが拘束されてる間に異星人たちが動き始めるに違いない。そこを狙うんです。我々は攻撃しに来た。人殺しの UGM 会長に来た。手島、了解。怪獣の細胞の一つからサラマンドラを再生したのだ。次々と入ってくる地球防衛軍の不利な状況に大山はいても立ってもいられなかった。
今すぐにでも飛び出していきたかった。またやられた。ポイント N3 は全滅。怪獣の位置は今どこだ。このままじゃ防衛軍は全滅。申し上げられません。第1戦闘隊全滅。極東エリア第3戦闘隊長を要請するしかないぞ。キャップ、失礼します。長官の命令です。小山君。何号長官。レーター船を照射するとゴルゴン星には正体を表すことをこのヤマト隊員が突き止めてくれた。キャップ、出動してください。フォーメーションヤマトで行くぞ。は？分離して奴の頭上を取る。奴が上を向いた時、俺が下から喉を攻撃。この前の奴だ。キャップ。フォーメーションヤマト。セルフコントロール作動。了解。行くぞ。はい。大山とヤマト隊員はスペースマミーを自動操縦に切り替え、内部に搭載してあるシルバーガルで作戦フォーメーションヤマトを開始した。出撃準備完了。よし、
します。よかったですね。ウルトラマン80は怪獣やゴルゴン星人が再生しないように全ての怪獣細胞を焼き尽くした。シュワッ！ありがとう、ヤマ君。君のおかげで東京は助かったよ。はい、や、山本幸隊員とウルトラマン80のおかげですよ。いやいや、君のような人間がいるからこそウルトラマン80は人類を助けに来てくれるんだ。その通りですよ、キャップ。そこで今夜諸君を豪華な夕食に招待したい。やったー、ありがとうございます。でも。でもなんだ。どうしても特別訓練をしてくれってキャップに頼み込んでやっと承知してもらったところなんです。特別訓練は、フォーメーションヤマト。そうか、それは残念だな。まあ、大損害。キャップ、さあ、行くぞ。はい。Let's go UGM! UGM! この星は美しい星、誰もが愛する青い星。この星を守るのが我らの使命。何か怪しいものが来る正体不明でやってくる。UGM ヨーロッパエリアからやってきた伊藤隊員を取り巻く奇怪な出来事、またもやエイリアンの侵略ではないのだろうか。テレポートした伊藤を追ったヤマトラの前に怪獣ザルドンが出現した。 UGM は新しいチーフの参加でぐんとパワーアップする。次回ウルトラマン80テレポーテーション、パリから来た男。